ヒラリー Please, please, driving with me. Please, please. Okay, let's do this. また彼女できました、俺。彼女できました。今度こそ彼女できました。 Thank you. Thank you. Driving with me. Thank you very much. 港、あ、海にデートしに行きます、俺。あの海の夜景、じゃ 夕日を彼女と見るのが夢だったんですよ。あー！ Oh my god! Oh my god! I'm sorry! ごめんって。ごめん。運転下手なの謝るから、行かないでよ。行かないで。俺、運転下手だったの謝るからさ、ごめんって、本当に。本当ごめん。やめて！やめて！ごめんって、本当ごめん。あー！まあ、彼女に振られたからね。俺もやっぱり男として、ちょっと磨かないといけないんですよね、やっぱり。振られちゃったからさ、さっき。ドライブしててさ、車ひっくり返っちゃってさ、もう激怒だったよね、あの彼女。フライパンで殴ってきたもん。ここが伝説の仙人がかつて存在したと言われる遺跡か。あ、いるじゃん。そこダブルバレルショットガンでケチらしい。はい、おめえに仙人は無理だよ。俺が代わってやるよ、仙人は。よ、ショットガンで人を殺す仙人とは。やっぱり仙人も時には戦う時も必要じゃん、やっぱりね。やっぱり悪を、あいつはもうあれだよ、あの正義の心を入れられるやつじゃなかった。だから仙人も戦わざるを得なかった。そういうこと。修道院に行って、あそこの修道院に行って、俺はさらにあの悟りの道を開いてくる。この修道院で俺は本物の仙人の第一歩を踏み出すんだ。あー、神よ、私を仙人へと導きたまえ。仙人たるもの、高所から下界を見下ろす存在にならねばならない。よって私は、仙人としての私は、ここで人々を天界から見守る、そんな男になりたいんだ。下界へ降りよ。今こそ下界へ降りて、悪しき者を成敗するのだ。いや、待て。まだ焦る時じゃない。今こそ裁きの時。悪意に満ちたこの世界を正す時は今なのだ。行くぞ。左から後ろからも悪の波動を感じるぞ。やばい、ここやべえな、マジで。ここやべえわ、危険すぎ。やべ、やべ、あああああ。柊ちゃん、悪行はそこまでなんやで。悪行はそこまでじゃ。初見です。今は何をしてるんですか。プレイヤーアンノーンズバトルグランズっていうゲームをやってまーす。ここら辺が車が確定であるみたいな情報がこの画像には書いてある。本当にあんのかよ、車。めっちゃ不安になってくるわ。あれ、本当にあったわ、車。やめろやめろ、マジやめてくれ。マジでクソだな。走れ、俺、走れ。ふざけんな、マジで。俺も乗るぜ。は？なんだっつうの、マジで。ふざけんなよ、お前。マジクソ。いるわ、そこ。はい、ゴミー。はい、ゴミー。悪行はそこまでじゃ。
やっぱりね、仙人のじいさんのね、ちょっと遺言だから、これ仙人のじいさんの遺言だから、悪行を正せ、悪行をしてる者はあの正義の道へと正してやれっていうあれだから、あれ成仏させたんだよ俺は。はまたここ、ふざけんなよ、どんだけここレッドゾーンなんだよ。今レッドゾーン終わったばっかりやろ。ここ 窓側にいなければ死なない。はぁ、お前はぁ、いや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 、バカにしてんのこのレッドゾーン。おほ、これはこれはもうこれ仙人になるためのあれですね、試練ですね。3回連続レッドゾーンですよこれ。どうします？わお、目の前に落ちた。ちょっと俺清らかな人間になってくる。教会でじいさんと同じように仙人を目指したじいさんのように教会で洗礼受けてくる俺。あ、安全エリア離れちゃった。教会での洗礼受けはもうなしだ、移動しよう。パンクもしてなさそう。悪いね、なんか悪いね。やっぱりやっぱり清らかなね、聖なる道を進む者はやっぱり車とかゲットできちゃうんすわ。ほんとは？なんで？なんで？マジムカつくんだけど今の。なんで落ちたの？車乗ってた。あ？どこ？うわっ！わかんねえってマジで。よっしゃ、オッケー、倒した。オッケー、やったぜ。うめえ、うめえ。静かだ。平和だな。ここつえ。アンチがどうなるか次第だな。保身される。結構安全エリア近いからな。ギリギリが。だから多分絶対動かなくちゃいけなくなる。ここめっちゃ強いのにな、このポジション。めっちゃ最強なのに向こうも全方位見れて障害物が少ししかない。もう最強じゃんここのポジション。いやーここ強え。やっぱりね、優勝したいよ仙人のじいちゃんの。やっぱり胸を晴らしたい俺は。仙人になれなかったじいちゃんの胸を晴らして悪を。移動しよう。こんなとこに普通車あるか。敵いいんじゃねえこれ、この岩肌とか。大丈夫だわやっぱり。おっしゃ死ねゴミ。やっぱり板がボゲーいると思ったんだよな。おめえも俺と同じ考えの持ち主か。俺は残りの敵を全部倒して。あ、面白い音する。はい、ザコダウン。じいちゃん、じいちゃん見てて、じいちゃん俺仙人になる。あの家いたんだよな多分。ふざけんなよマジで。おい、あんまり仙人とか言ってる場合ちゃうぞマジで。はあ、もうね仙人なんてなりません俺は。俺はもうマジ、あもうFuck!